ブスケツ、吉田麻也、アルナスル遺跡が浮上。2030年の FIFA ワールドカップ招致を目指しているサウジアラビア。政府系ファンドを中心にサッカー界への破格の投資を行っており、クリスティアーノ・ロナウドやカリム・ベンゼマという世界的スターを国内リーグに迎え入れている。そうした中、アラブニュースがこんな記事を伝えていた。若手とは逆の年齢層で言えば、吉田麻也のような選手は豊富な経験とリーダーシップをもたらしてくれるだろう。まだ34歳の元日本代表キャプテンはシャルケを退団して新たなクラブを探している。ダブル敗戦大会を含め代表選出場は100試合を優に超える日本史上最もキャップ数の多い選手の一人だ。エールディビジ、プレミアリーグ、セリエ、ブンデスリーガでプレーしてきた欧州での豊富な経験を持つ。アルナスルは経験豊富なディフェンダーを必要としているほか、日本ツアーを数週間後に控えており、元サウサンプトン主将のために動くのも悪くはない。ロナウドが所属するアルナスルは日本ツアーのために来月来日する予定。経験豊富な吉田は補強すべき選手として推されているようだ。ただ、吉田とサウジには因縁もある。2021年に敵地サウジアラビアで行われたダブルハイアジア最終予選2-1で敗れた後、上昇する相手サポーターに詰め寄ったのだ。まさかの、これは楽しみ。吉田だったらワンチャンありか？名古屋来ると思ってた。ないないないわ。名古屋戻ってきてよ。ええやん。ないし。ブスケツじゃなくてマヤ？よろしければ、チャンネル登録、お願いしまーす。